クーラー壊れててごめんね。暑さには強いから平気。寝るときは服着ないけど。こうなったら生徒会室行って勉強。え、全裸？え、あ、最低限は着る。普通だと思ってた。やっべ。そういえば普通に脱ぐよな。もしかして脱いだら恥ずかしがるべきだった？女子として。うわ、考えたら恥ずかしくなってきた。宮村、ちょっと入れ墨見せてくんない？ん？いいよ。脱ぐな！え？見せろと言われてすぐ脱ぐ発想！疑問を抱かぬその姿勢！怖い！俺は堀さんの声が怖かった。宮村はすぐ人前で脱ぐの？は？いや、俺こんな体だから。トールの前では？え？いや、別に脱げるけど。石川くん入れ墨のこと知ってるし。トールがさ、脱いだらドキッとする？置かれている状況による。じゃあさ、ストップ！堀さん、はっきり聞こう。何？宮村があんまり恥ずかしがらないから、どんな状況になればこう恥ずかしがるのかなと。だって あんまり照れてるところも見たことないしね。なんかいつも私ばっか騒いでるじゃん。すぐ赤くなったり。はい。敬語が引かれた。え、俺さっき恥ずかしがるべきだった。わかった、もう一回やろう。いいよ別に。それになんか違う。だって暑いから脱ぐと涼しいし。やっぱり暑いんかい。あのさ、堀さん、もしかして俺が何されても何しても一切動じないとか思ってない？そ、ちょっと2ミリくらい。この前中学の時の同級生に会って。中学？宮村？ん？進藤？つーかマジ羨ましいって。宮村にも春が。は？何が？またまた。ああ、俺が3年に進級したこと？お前、出席日数足りなかったんだって？おい、ちげえよバカ。いつも彼女連れて歩いてんじゃん。は？彼女じゃないって。あ？そりゃ嘘だろ。俺はいいけどさ、堀さんに失礼だ。堀さんっていうの？名前で呼ばないんだ、彼女なのに。呼ぶしって勢いでつい。わあ。ごめん、やっぱりさ、さすがに堀さんを彼女に間違えられたらいくら俺でも照れるって。ああ、でもちゃんと堀さんとはそんなんじゃないって言っておくから。そう、別に否定する必要も。あ、ああこいつ、さっき話したさ、中学の時の。今メール届いて。何その顔。え、あ、画像添付。見して見して。ちょ、気になるじゃない。やめてください。敬語やめろ。ね、見せてよ。何考えてんだ、ね、あのバカ。ね、聞いてる？おーいってば。見せられるか。うびっくりした。はい、削除。はあ、こんなにうろたえる宮村初めて見たな。え、いや、もうほんとバカなんだよこいつがさ、マジで。はい、もしもし、宮村？死ね！